はい。皆さん土曜日のあれが入ってないからスイッチ入ってますか？マイク、あ、はい、マイク入りましたね、土曜日の11時になりました。ヒートのお昼前の時間です。今日は、ね、5月の1日、ね、や4月も終わりまして、今年ももう早いもんで3分の1が終わっちゃいましたけど、5月1日土曜日です。この番組では皆様からのメッセージを募集してます。メールアドレスは797@fmgiroanです。そしてこの番組では FM ギノワさんの、ね、ホームページや YouTube でも映像と音声をネット配信してます。さらにスマホアプリリスラジでもお聞きいただくことができますので、皆さんよろしくお願いします。あ、そして、私パーソナリティはギノワ氏の司会議員をしてます、小林仁です。そして今日またね、 FM ギノワの山下さんにお手伝いお願いします。はい、山下さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、こっちもマイクが入ってない感じで、はい、よろしくお願いします。そして、ね、本日はゲストに、ね、HPY 企画の下地博也代表をお迎えしました。下地さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、ね、はい、早速なんですけどね、下地さん、自己紹介をお願いいたします。はい、はい、さい、皆さんこんにちは。こんにちは、今日から5月1日です、うん、月も変われば持ってる運の月も変わる、うん、運は自分で引き寄せるってことで、皆さんチャビラサイ、チャビラサイ、私生まれも育ちも宜野湾市の、うん、下地博也と申します。私は、2019年に脳出血という脳の血管が破れる病気を発症し、現在その病気の後遺症で左半身麻痺の体を手に入れました、身体障害者と経営者の二刀流をしています、うん、下地博也です。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。はい、ね、下地博也代表よろしくお願いします。下地さんとは、ね、あるあの方を、ね、介しまして紹介していただいて、この番組の打ち合わせの時からいろいろお話を聞いたんですけど、本当に、ね、大変な思いをされながらも自ら、ね、努力して頑張って、今もっともっとそのいいところを持って作っていきたいということを、ね、はい、考えている、本当に、ね、ポジティブな前向きな方なんですけどね。今ね、運は自分で引き寄せる、はい、ね、まさにね本当そういった話をね、今日はね、たっぷりとお聞きしたいと思ってますけど、はい、下地さんね、HPY 企画の代表者でございますが、またもう一つね会社も持っていらっしゃるので、まずね、お仕事のねついてお話をお伺いしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、それではちょっとご紹介させていただきます。はい、私の会社 HPY 企画という会社は、うん、脳卒中後の社会復帰支援活動をメインにしている会社です。主に脳卒中になった当事者の方をサポートしていくっていう会社になっていますね。うん、で、この名刺の裏にもね、その業務内容の方がね、いろいろ今おっしゃったこの脳卒中後の社会復帰支援活動とかね、うん、はい、いろいろなことを書いてありますが、はい、これね、支援は乗り越えられる人にしかやってきません。そうですね、一応これはもう私入院中に、うん、師匠の方から言っていただいた言葉なんですけど、うん、これがだんだん身に染みて分かってくるようになってきましたね。うん、本当にね、おこがましいですが、もうこれがねとっても支えになって、うん、その師匠という方もね、あとでまたどういう方なのかね、私は聞いたんですけど、はい、それでね、先ほど2019年ですから、うん、おととしということは、本当にごく最近にね、もう2年前になりますね。ね、はい、代表下地さんがね、ご自身が脳卒中発症されたということですけど、うん、はい、どういった感じだったんですか、今様子っていうか。様子ですね、うん、一応2年前になるんですけど、うん、ちょうどゴールデンウィーク明けた頃ですね。うん、で、一応当時発症前の前日に、うん、友人と食事会、うんうん、要はいわゆるこの飲み会に行ってまして、うん、食べ放題飲み放題をやってまして、うん、その翌日に知人宅にお邪魔をしていた時の出来事だったんですけど、うん、今思えば病院運ばれる前に、うん、
知人と会話していて、うん、なんかろれつが回らなくなったりとか、うん、あと大事な会話中に、うん、無意識にあくびがわーわーって連発していたり、あくびですね、あくび。だから要は多分脳に酸素が行き渡ってなかったと思うんですけど、うん、もうその時には脳出血してたと思うんですよ。うん、で一応気持ち的には昨日飲みすぎたのかなとか、私失礼なことを してるなっていう感覚はあったんですけど、あくびをしてることに、はい、うん、で一応それで1時間ぐらい経過して、うん、そろそろ帰ろうかなって思ったところで、うん、この、下駄箱っていうんですか、玄関先、うんうんうん、で靴履こうと思った時に、うん、なぜか靴が履けなくて、うん、これは当初の感覚なんですけど、うん、なんかこの靴がうまく履けなかったんですよ。これがあの革靴、運動靴とか。運動靴でしたね、まあ、じゃあ普通にね足を吸って入れれば できるよう、うん、できると思ったんですけど、うん、履けなかったので、あ、前日飲みすぎたせいかもしれないっていうふうに思ってて、でもじゃあこういうこと今までなかった、お酒失敗することなんて今までなかったので、で一応んと思ってたんですけど、うん、でそれでこの知人の方が、うん、ちょっともう少し休みで行きなさいっていうことだったので、うん、心配だよね、うん、そうですね、はい、うん、だったので一応20分ぐらいソファーの上で休ませてもらったんですよ。うん、でそれでもう20分も休んなんかもうダラーンとしてこのソファーに座ってたので、うん、ちょっともうそろそろ申し訳ないなって思って、うん、でそれでもう帰らないといけないと思って、うん、一応すいませんちょっとお邪魔しましたって言ったところで、うん、ちょっと足がもつれて、あ、でもちょっと歩けないというよりかちょっと足がもつれて、うん、なんかうまく歩けなかった、うん、っていうのが正しいのかな、うん、これは昼間っていうことですよね。そうですね、一応昼間ちょうど今頃だと思います。うん、あ、じゃあまだお昼前ぐらい、はい、前ぐらいだと思います、はい、ちょうどゴールデンウィーク明けでね、いろいろまたその休み明けでみんなでね、はい、まあ、飲み放題食べ放題、私も好きですよいただきますけど、はあ、でもこれってね、あのラジオ聞いてる方もね、うん、要は気をつけた方がいいってことだよね。そうですね、こういう症状が出たら、うん、何かのサインなんだ。あくび、私の場合はあくびでした ね。で、あといろんな方に、当事者の方に聞くと、うん、一応この手がちょっと左手が上がらなかったりとか、うんうんうん、っていうこともあったりとか、うん、なんか皆さんお聞きしていると、うん、お仕事が忙しくて、うん、それが一段落終わった後の時に何かやっぱりやましてる感じが見受けられる感じします。うーん、そしてあの靴がね、普通運動靴、まあ、スニーカーだと足をそう入れるだけなんだけど、うんうん、これがうまく入らないな、うん、そうですね、これが脳出血してるとかっていうのも分かんなくて、ただもう飲みすぎたかなっていう、うん、もう別に大丈夫かなっていう感じだったので、なんか頭痛とかもあったんですか、その時は。その時はなくって。あ、頭痛はない。なかったんです、その時なかったんですよ。頭痛はないというと、まあ確かに飲みすぎたかなとかね、っていう感じになってくるので思っちゃうよね。でその時はまたやっぱり運転してきていたので、うん、これでもし、うんうんうん、あの帰っていたら、うん、もっと大変なことになってたなっていうふうに今考えるんですけど。あ、ということは、まあ、ソファーで休んだ後救急車呼んでくれたんですね、はい、ああもうそれぐらいだったんだ、はい、一応 もつれて歩けなくなったので、うんうん、一応この方が医療従事者というか医療関係をかじってた方だったので。なるほどなるほど、はい、それでちょっと下地さんおかしいんじゃないの、うん、っていうことから救急車ごめんだけど呼んでいいってことでだったんですけど、うん、私あのなんていうんですか、反応で、あ、大丈夫です大丈夫ですって言ってたんですよ、もう口癖で。うーん、あ、大丈夫です大丈夫です、昨日飲みすぎたせいなんでって言ってたんですよ、うんうんうん、要はもう20分ぐらいも横になっているので、うん、もうこれ以上迷惑かけるわけにはいかない、うんうん、とにかくこの場から、うん、あの失礼しようってことだ、はい、それでもう大丈夫です大丈夫ですって言ってたんですけど、うん、もう歩けないっていうのが分かった時に、うん、あ、もうこれやばいと思って、うん、もうとっさにすいませんよろしくお願いしますって言ったんですよ。うーん、これっていうのは本当紙一重だね。そうですねこの方がねやっぱりそういう医療を少し分かってる方だったんで、うん、やっぱりこのなんかピンときたんだろうね。そうですね、感謝してますね。でもこのね、今あくびが出るとかね、うん、靴が履けないとか、うん、まあ痺れてる、でも頭が痛くはならなかったっていう、
なかなかこの見極めが難しかったところもあるんだけど、でも本当にそういったまあ一緒にいた方がね、救急車呼んでくれたおかげで、まあすぐじゃ入院っていう感じだったんですか。そうですね、私実はその救急車に乗ってる時点からあまり記憶がなくって、マジで、はい、なくってですね、一応気がついたのが病院運ばれて4日後だったらしいんですよね。じゃあ車なんか運転したらもう大変だったじゃない。だったですね。もう意識のなくしちゃってるからね。もう奇跡ですね。もうそれからどんどん何ですかね、この奇跡というか、この生かされてるっていう感覚に、生きているっていうよりかは私って生かされてる人間なんだって思うようになってから、すごいメンタルがわーって上がってきたんですけど、これまた後ほどお話ししようかと思うんですけど、ね、そうだよね。でもね、本当紙一重のところでね、で病院、じゃあこの救急車乗って病院に着いたらもう意識、その時点で意識がないってことだ。意識がなかったですね。へー、で4日後目が覚めたら病院のベッドにいたってこと。そうですね、はい、で一応私コンタクトつけているので、この救急車の隊員さんがコンタクト外してくださいっていう強めに言われたのは覚えているんですよ、そういう言葉だけは覚えているんですけど、その意向が覚えてなくって。ということはもうすぐ緊急手術かなんかしたのかな。手術は私してなくて、脳出血っていうことは脳の血管が破れて、脳の中に血液っていうかね、が出ちゃ漏れちゃうっていう感じなんですけど、なのでこれ以上もう血液がもう頭の中に回ってしまったら、もう命の、が危険っていうことの判断で頭を解凍したりとかっていうことをやったりするんですけど、私はギリギリのところだったそうですね。一応家族にお話を聞いてみると、一応どうしますかっていうことでお医者さんから言われたそうなので、で私の姉とか母親が一応調べ、なんかインターネットでパパパを調べて、一応この影響ないように、要はあ、そうかそうか、っていうことで調べて、自然治療って形で自然に血が引くようのを待つっていうことで、その治療ですね、はい、でも意識が4日間なかったんでしょ、はい、でも起きた後はものすごい頭痛かったです。あ、でもこれって家族や兄弟もね、もうだってこの4日間はもうなんか本当に生きた心地しなかっただろうね。そうだったんですね。いや、だってその判断がね、正しいのか正しくないのかっていうのはこれ分からないからね、そうですね、怖いよね本当ね、でもそうやって、意識が戻って、まあ、その時も頭がすごい痛かった。頭もう何ていうんですか、感覚で言うと、トンカチトンカチで頭殴られたような感覚、殴られたことはないんですけど、でもこのそのような感覚で、あと頭が痛くて、あとはこの気持ちが悪い、もうずっと吐き気ばっかりだったですね。だから起きていたらもうずっと吐き気するんで、もう寝とこうっていう感じで思ってました ね。いやもう本当ですね、まあ、お酒もね、まあ、お酒飲むときやっぱり結構揚げ物とかね、まあ、油物のも好きなんですけど、でもそれもね、やっぱりそうするとちょっと血圧がねやっぱり上がっちゃったりとかね、そういうのもあって、これ尺大丈夫ですか。大丈夫、私ちょっとお話ししたいこともあったんですけど、実はこの脳出血やってちょっと寝てる時間もたくさんあったらしいんですけど、私その期間中に、なんかサンズの顔を見たんですよ。初めて あの経験は、今思えばサンズの顔だったなっていう出来事があったんですけど、これ尺大丈夫であれば。大丈夫、はい、一応私もともと唐揚げのお話で言ったんで、唐揚げ大好きだったんですよ、でそれの影響もあったと思うんですけど、私あの唐揚げになってまして、この夢の中っていうか、あ、下地さん自身が唐揚げになってるわけ。なってたんですね。でなぜか知らないですけど、なんかこの美味しい唐揚げになるしかないっていうなんか頭になってて、美味しい唐揚げになるために、あのその皮がありまして、それビールの皮だったんですよ。でそれに漬け込まれてるって私思っていて、あ、今これから私美味しい唐揚げになるんだ
って思っていて、でなんかこのダウンタウンさんがこの司会をしてて、司会ダウンタウン、いやでなんか唐揚げ選手権大会ってなんかやってたんですよ。へその中で、でその中で1位取らないといけないってなんか思ってて、うん、でそれで川に流されていて、うん、で流されていた時になんか上からなんかおばあちゃんみたいな人が現れて、なんかちょっと滝があったので、うん、これ以上行ったらちょっと危ないよっていうことを指摘されたんですけど、うん、大丈夫大丈夫ってなんかそこでなってて、うん、ロープを下ろされたんですけど、うん、それにしがみついても、うん、なんかわーって行ってたんで滝になんか吸い込まれていったので、あんたしょうがないねってことでなんか UFO キャッチャーみたいなやつで、うん、クレーンみたいな感じで引き上げられて、うん、で戻ってきたんですけど、その時に、うん、まずこれお昼時だからちょっと言わないここ、うんうん、その時にちょっとプリッっていう感じでなんか、うん、唐揚げがお尻から出たような感じです。っていうエピソードでした。これはねやっぱりね、本当このそれ体験した人しかね話せないことですからね、うん、これは今思えばサンズの川だったかなっていう出来事ですね。多分そうかもしれないね、はい、いやー本当本当生かされてるということで、そうですね、今ねちょっとねそのままずっと話聞きたいんだけど、あのリクエストをね、はい、あの下地代表からね、ひろやさんからあのいただいてるんで、はい、まあちょっと少しね、はい、曲をおかけしたいんですけど、ちょっとこの曲に対してのエピソードもあるそうなんで、はい、エピソードの紹介をした後にまたじゃあリクエスト曲をご紹介ください。わ、はい、かりました、はい、私の師匠がですね、うん、私を常に励ましてくれたんですけど、うん、仕事の時もそうですし、うん、あとこの入院中もそうなんですけど、うん、5ヶ月私入院してたんですけど、うん、その時にあのエールでもう LINE メッセージとかで、うん、この動画を貼り付けて、うん、あのいただいた曲なんですけど、うん、なので私は思い入れのある曲ですね、うん、なのでこういうジャンルの曲はあまり聴かないんですけど、うん、よくよく歌詞を聴いてたら、うん、すごいやる気が出てくるというか、うん、私のモチベーションの一つでもあるので、うん、一応曲紹介がメガリュウさんの ING っていう曲ですね、うん、はい、じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。メールも来てます。あ、CM 明け紹介しましょうか。あ、しましょうね。この活動内容というと取り組みというのをまとめちゃいましょうか。あの活動内容は取り組みしましょうですね。CM 明けで、まあ、現在の取り組み、うんうん、とクラウドファンディングをまとめてもいいですよ。あ、はい、じゃあつなげましょうね、うん、その川にね、でなんか向こう側の岸からおいでおいですってね。そうですね、なんかそれが今考えればあれはサンズの川だったんだなって思って、多分あれで自分が吸い込まれていったら大変だったなって思ってますね。唐揚げてもそうね。しかもだんだん多分生きてるからね。そうですね。そうなんだ。やっぱりそういう体験っていうのは話してあげると、万が一の他の人が同じような目にあったときに、そこ川を越えていけないんだってね、うん、戻らないといけないんだっていう意識の中に持っておいた方がいいですね、みたいなね。いやいやいや、そう、CM 行きますね。CM 行きますね。時間ないですよね。CM 行きましょうか。なんかね、少々本なせる本というか、なんかそのそういったなんかの今までの記憶っていうタイプを、ああぜひやりたいですね。書いてみてからね。はい。面白いよ。はい。また講演もできますよ。あ、ですか。ありがとうございます。こういうのをどんどんいろんな人に話したりね、はい、健康の大切さとかそういうのをね、少々しかできないと思うんです。あ、そうですか、ね、うん。よろしくお願いします。お力添え。いやいや、あと、はい、なんか倫理法人会とかも入ってる？はい。倫理法人会とか。法人会。うん、法人会は入ってないですね。あの
まあ、入らなくてもいいんだけど、そこは結構いろんな社長が来てるから、はい、社長が紹介してくれるね。はい、お願いします。はい、ということでね、ヒートのお昼前、5月1日後半も行きたいんですけど、今日はね、HPY 企画の下地博也代表をお迎えしてね、はい、お話をね、本当にね、いろんなお話を聞いているところなんですが、はい、山下さん、はい、メッセージの方を紹介お願いいたします。はい、こんにちは、普天間のタワリンです。タワリンさん、こんにちは。いよいよ今年もゴールデンウィークがスタートしました、うん、はいはい、去年の今頃は、うん、コロナ禍の中、なんと沖縄の感染者数ゼロの日が続いていました、うん、そっかそっか。あれから1年経った今でも、うん、まさか外出自粛が続いているとは誰が予想したでしょうか。うん、そうですよね。こんな中、オリンピック聖火ランナーが沖縄でもスタートしますが、うん、無観客ですし、動画視聴で応援したいと思います、うん、ということで、いつものターリンさん、ありがとうございます。ターリンさん、いつもメッセージありがとうございます。ありがとうございます。で、今日明日とね、沖縄もこの聖火の予定だったんですけどね。うん、そうですね。なんか新聞みたいな名古屋の方とか走るのかな。糸満、うん、糸満とね、とかですね。うん、はい。まあ、ということでね、まあ、本当にね、下地博也代表、いろんな貴重なお話を聞いているところなんですけど、はい、あの、まあ、時間もちょっと押してきたので、はい、まあ、現在の取り組みについてね、はい、ちょっとお話をお伺いしたいんですけど、はい、ありがとうございます。あの、私がですね、病気を経験して、うん、あの、不便に感じたことを、うんうん、私の会社、あの、HPY 企画を通して、うん、脳卒中患者の生活環境を整備したいと考え、活動しています、うんうん、で、その一つとして今回クラウドファンディングに挑戦したんですけど、うん、その内容もちょっといいですかね。どうぞどうぞ。はい、あの、6月3日までに、はい、3日までなんですけど、うん、クラウドファンディングに挑戦中です、うん、で、内容は、あの、私33歳の時に、まあ、お話も先ほど話もしましたが、うん、脳出血を発症して、うん、運よく社会復帰できましたが、うん、私の仲間の中には、うん、今もなお老人ホーム施設に入って、うん、社会復帰を目指している仲間たちがいます、うん、で、しかし、この移ったのは周りが老人者ばかりの施設なので、うん、当然若い私たちにとっては、うん、あの、希望も、生きる希望というか、うん、がなくなっていく、もう生きるモチベーションも下がっていって、ちょっと人生を諦めちゃう方も多いんじゃないかなと思っていて、うん、で、そこで私が脳卒中当事者同士のシェアハウスっていうのを考案しました、うん、当事者が当事者をサポートしていけるような施設を目指しており、そのために土地とか、あと建物、うん、あとリハビリ器具を揃える予定なので、その寄付を募っています。で、詳しくは 私の会社のホームページ、 HPY 企画のホームページで、あの、私の新着ブログでそのページに飛べるようになっているので、よろしくお願いします。で、また、あの、インターネットが難しいという方が結構問い合わせ多くてですね、で、直接私につなげれるように、あの、私の下地まで携帯番号をお教えしますので、もしよろしければそちらの方もよろしくお願いします。携帯番号が 070-5419-7130 070-5419-7130 までよろしくお願いいたします。はい、ね、今クラウドファンディングでね、今、あの、下地さんね、語ってもらいましたけど、もう一度ね、電話番号を言いますね、070-5419-7130、HPY 企画代表、はい、下地博也さんの番号ですので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ね、ちょっともう時間の方がそろそろ、ね、うん、なくなってきたんですけど、あとね、健康についての、ね、メッセージをちょっとお願いしていいですか。はい、あの、私がこういう、まあ、身体障害者になろうと思ってなったわけではないんですけど、うん、やっぱりこの健康が一番の財産だなって、うん、もう改めて感じていまして、うん、このお金は多少あった方がいいんですけど、うん、やっぱり皆さん、やっぱ健康じゃないと何もできないので、うん、それはもう明日は我が身として、うんうん、もう健康にもう気を使っていただいて、うん、で、日頃のこの当たり前の生活が一番幸せだと私感じるので、うん、なので、ちょっとその幸せについても語らせてもらったんですけど、一応、うん、この健康が何よりも幸せっていうことですね、うん、はい、この当たり前の日常がね、はい、一番大事だという話だと思いますね。そうですね、はい、あ、普天間太郎さん、ツイキャスにもメッセージありがとうございます、下地さん、はい、大変な体験に基づくリアルで貴重なお話ありがとうございます。こちらこそありがとうございま す、ね、本当ね、もっと、ね、多くの方にね、はい、あの、下地さんのお話とね、そしてまた、うん、夢、はい、ね、はい、こんな大変な思いしてるんだけど、この夢をね、どん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 広げていくという、はい、この
お話をね、はい、多くの方にもね聞いてもらいたいなって思ってますので、ありがとうございます、はい、またお話も上手だからね、いえいえ、とんでもないです、なんかあの講演ね、はい、講演も募集してますので皆さん、あの何でも結構ですので、はい、どうぞどうぞお問い合わせの方よろしくお願いしたいと思います、はい、お願いします、下地さんのなんかそのほら、はい、Facebook とか、はい、SNS でフォローもできるんでしょ、はい、そうですね、はい、その場合検索はどうやればいいの、あの私の名前で下地ひろやって打ち込むか、うんうん、HPY 企画とあの検索してもらえれば、うんね、あのまだまだ時間の方が足りないので、はい、下地、ひろやさんか、はい、HPY 企画で皆さんどうぞググってみてください、はいはい、下地ひろや、あの下地ひろやのひろは太平洋のよう、うん、で、あと何円なりのなりでひろやっていうんですけど、ね、これだと私の顔写真も最近は載るようになってきたので、わかりました、はいね、ということでね、本日のヒートのフィルマイはね、はい、HPY 企画代表の下地ひろやさんをねお迎えしましたので、はい、もっともっとお話聞きたいんですけど、またねあの機会見てね出てください、時間足りなかったです ね, 足りなかったねということで、またあの次週5月15日の放送になります。皆さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様です。